世界に影響力を持つビジネスリーダー、ギャビン。数え切れないほどの人々を成功に導いてきた夢の指導者。彼は保険会社のビジネスモデルの生みの親であり、いくつかの世界的な金融グループの創設者でもある。秒外れたビジョンと知識を持つ人物である。その結果、ギャビンは世界のビジネスの舞台で、世界のビジネス人物の一人となった。最も注目されるスターの一人である。ギャビンは中国湖南省の貧しいヤンブラに生まれた。寒い頃から山から出ることを夢見ていた。そのために努力して有名大学に入学し、法律を専攻した。卒業後は公務員になった。子供の頃から貧乏になることを恐れていた彼は、終わりのない人生を送る代わりにビジネスの道を選んだ。無朝鮮でホテル、スーパーマーケット、保険販売などを経験。行田の月地積みを経験し、ついに保険会社の革新的なモードに気づいた。保険会社の設立には理由があった。苦難の子として生まれたギャビンは、人生における負の意味を人いっぱい理解している。保険は誰もが自分の淵を持ち続けるための方法だ。保険は誰もが淵を保持し、リスクに人生を反応されないようにするための最良の方法である。しかし、誰もが保険に加入しているのだろうか。誰もが保険に加入する余裕があるのだろうか。誰もが適切な保険に加入できるだろうか。もちろんそうではない。保険はアクチュアリーによって計算され、良い保険とは良いプロテクション、良いサービス、良いリターンを意味する。全ての人が世界最高の保険に加入できるように、全ての家族が苦労して稼いだお金を維持できるように、全ての人が一生あざ続く生命保険に加入できるように、生が続く個人的なキャリアを助けるよう支援する。この単一のビジョンを原動力に、ギャビンは時間から学び続けている。ギャビンは経験から学び続け、フラストレーションからベストを引き出す。ギャビンは経験から学び、フラストレーションの本質を巻き続ける。そしてついに誕生したインシュアラは世界を生還している。ビジネスの成功はモデルの成功もさることながら、ギャビン独特の人間的魅力も大きい。彼は分野家でエレガントだが、その心は鉄の位置に満ちている。声目で声目だが、その体には南北弾のような爆発力が秘められている。言わなければやる、やらなければやるが、やればやる。結局彼は成功を一周の竹にしてしまった。言動は一貫しており、基準は同じである。彼はこの基準で無からを意識しただけでなく、それを事業の中国の目的に溶け込ませた。愛は目に見えず、世界に利益をもたらし、彼の原動力となる。彼はそれに突き動かされているだけでなく、それを企業の主合的使命に変えている。まっすぐな人が、まっすぐなコンセプトで、まっすぐなことをしていると、まっすぐな人たちが集まってくる。最終的に、彼はこれらの人々を最も美しい目の次元へと導く。4年以上にわたる起業家経験の末、ギャビンは世界中を旅した。世界で最も貧しい国にも、世界で最も豊かな国にもいなった。彼は世界中の何時もの国と地域に支店を設立し、世界中の何時間もの家族に保護をもたらし、世界中の何百万人もの人々が夢を実現する手助けをし、会社をナスダー家の参入に成功に導いた。そしてこれら全ては終わりにはほど願い。背離を歩く者は旧時流の半分である。正しい戦略を立てれば、世界は強大な舞台となる。これはギャビンの小さな一部に過ぎない。将来、彼はより多くの人々をより良い道へと導いていくだろう。